杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。なあ、さっさと済ませよ。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。ああ、これはバレるんだ。お前マジで覚えとけよ。いや、絶対バレて大乱闘するんだ。そんな気がする。相変わらず活かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事、ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああ、そうだ。お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。ああ、歩けるからね。そうだね。なんだ。おお。これは。なんだ。三箇所ね。ちょっと早めにやっちゃいますよ。あれ、あとは、これは、はいはい、もう一箇所。うわ、なんだ、ここか。ここは関係ないのか。となると、どこだろうね。この辺じゃないの。あとわからん。あったあったあった。ん？オッケー。おやすさんの部屋ね。もしもし、こちら八神、聞こえてるか。大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。まあでもバレると思います。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ。こら、しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは八神。バレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとは、いい度胸だな。生かして返すな。やっちめえ。まあそうでしょうね。おげ、死ぬわ。
まあ不法侵入と暴行だよね。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。待てよ、それ銃刀法違反でしょ。やかましい。不法侵入だろうが。ああくそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ、もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう、大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手、羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って長藩博打？神室町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると、ああ、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった、ありがとな、助かったよ。恋女房か。なんかスキルいける。おー、2000。まあこれかな。はい、結構簡単じゃないか。これなら大儲け確実。何買おうかな。いや、くそ、次こそ絶対勝つ。いや違うな。あの女、いい尻してんな。退屈な店ね。あ、そうだね。あの、ちょっといいですか。ナンパならお断り。そういうんじゃないんです。神室町で長藩博打ができる賭場があるみたいなんですけど、知りません？長藩博打？何それ、知らない。面白いの？え？ええ、多分。嘘、そんなところあるなら連れてってよ。なんかここ地味っていうか刺激がないのよね。ああ、じゃあまた今度。場所分かったらお誘いしますから。今度っていつよ。退屈。うん、波が来た。次で一気に逆転だ。残りの人たちはなんか全員感情的だから
あんまりギャンブル得意そうじゃないんだよな。ちょっといいですか。あ、あんた。え、何。10万貸してくれ。はあ、今波が来てるんだよ。ここで大きく買って一気に稼ぎたいんだ。いやさすがにそれはちょっと。なんだそれ、なら用はないよ。邪魔だからどっか行って。くそ。ちょっといいですか。うるせえ、今大事なとこなんだよ。すみません、すぐ済みますから。ああ、また負けた。くそ、てめえのせいだぞ。いや、そりゃあんたの運が悪いだけでしょう。ざけやがって。おい、場所変えるぞ。絶対許さねえ。お、進展した。いやどういうことよ。マジか。ハズレっていうこと？今の。うわぁ。なんか当たりを人に見つけるっていうよりも全員に話しかける感じじゃないのかな、もう。どいて、おじさん。な。ちょっといいですか。え？あ、はい、何でしょう。カムロ町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？いえ、知りませんけど。あ、そうですか。お邪魔しました。初めて来たんですけど、カジノって儲かるんですね。チップが次から次に増えていくんですよ。うん。あの女、いい尻してんな。ちょっといいですか。うん？何？カムロ町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？おお、確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。おお。ちょっと横いい？どうぞ。あれ、天音さんか。ここよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それと違うか。いい男。いい男？一度映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニをステアせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。
よし、決まりだ。お、ポーカーすんのか。これは考えてなかった。さあ、準備はいい？まあ、やります。ああ、やろうか。楽しませてよね。はい。あ、イーシーの女。フルハウスだ。え、これじゃダメでしょ？私の勝ちね。しょうがない。勝負は時の運だ。あら、潔いのね。流れが読めれば勝てはしなくても大きく負けることはないだろう。分かってるじゃない。あなたとなら長く遊べそう。いいわ、一杯だけ付き合ってあげる。本当に？それじゃ乾杯しよう。おいおい、なんで兄さんが彼女と楽しんでんだよ。勝負は俺の勝ち。彼女と飲めるぞ。酒を持って席に行くんだ。本当か？オンに切る。その前に長範博打ができる賭場について教えて。ああ、それならチャンピオン街だ。一軒だけ看板が出てない店があるからすぐにわかる。看板が出てない店で、シャッターをゆっくり3回ノックするんだ。すると、ご用件はって聞かれる。そしたら合言葉を言うんだ。大月は元気かってな。ノックして合言葉と。次にステーキを食べたいそうですと言われたら、シャトーブリアン、ブルーレアでと答える。それで中に入れるよ。賭場は地下にあるんだ。ありがとう、助かったよ。よし、それじゃ乾杯だ。いや、俺は遠慮しとく。すぐに行かなきゃ。なんだよ、釣れないな。いい尻なのにもったいね。ああ、そうだ、彼女にはウォッカマティーニだから、ステアせずにシェイクで。なんだそれ、合言葉か。俺も何の映画かすらわかんないね。映画見ないんすよね。よう、タボ。カイドウさん、杉浦からここだって聞いてよ。どうだった、ハムラの居場所分かったか。ああ、チャンピオン街の賭場だった。本当か。賭場ってチャンピオン街のどこよ。一軒だけ看板の出てない店があるって。そこから地下の賭場に入れる。へえ、そうか。なあ、タボ、お前ハムラを見つけたらどうする。とりあえずこれまでの鬱憤晴らさせてもらわないとな。ずいぶん手間かけさせられてる。正直もうモグラの話なんて二の次でいいぐらいだ。同感だ。やっぱりお前は話が早くていいよ。行こう。うん、よし、じゃあ賭場行きますか。ああ、ここか。タボ、ん？賭場につながっている店ってここじゃねえか。どこにも店の看板が出てねえぞ。ご用件は？
大月は元気か。大月は元気か。ステーキを食べたいそうです。シャトーブリアン、ブルーレアで。ご注文を受けたまわりました。どうぞ召し上がれ。よっしゃ、やったな、タボ。はあ、これ終わったら肉食べよう。結構広い。ようござんすか。入ります。さあ、あったあった。さあ、あったあった。さあ、ちょうがたないか、ちょうがたないか。あったあった。しろ、次だ次。カイトさん、駒が揃いました。よし、来い来いよ。勝負。よし、来た来た。ミゾロの勝。やっと波が戻ってきやがった。やりましたね、カシラ。どんどん行くぞ。ほら、おい、お前らどこ立ってんだ。まだ、どけ。久しぶりですね、頭。見つけるのに苦労しましたよ。さあ、行け。うわ、バトルか。行くぞ、タボ。少し。あ、柱行ったかな。柱は多分行ったっぽいな。うわ、危ね。うう、回復しよう。
もう終わりですか。もっと暴れてくれてもいいんですよ。てめえら。首の金庫から盗まれた1億な。ありゃあんたの差し金だったんだろ。まんまとはめてくれたな。ま、今となっちゃそりゃ二の次だ。モグラはあんたがお抱えの殺し屋だってな。全部で何人殺させた？奨励会のヤクザたちと新谷、他にもまだいそうだな。新谷は殺される前、モグラの殺しを構想絡みじゃないと言ってた。つまりそう言えるだけの情報を持ってた。だから口を塞いだんだよな。モグラに綾部の銃使わせて。知らねえよ。新谷が掴んでたのはカムロ町の殺しと創薬センターをつなぐ何かだ。アドデック内の利権も絡んでる話なんだろ。知らねえっつってたのか。話せ、カイト。ぶっ殺すぞ。おとなしくタボの話聞けや、ハムラ。創薬センターの軌道、あんたらを動かしている黒幕は軌道だな。違うのか。なんで返事しねえんだ。話す気がねえなら息の根止めてやろうか。カイトさん。キドじゃないのか。新谷は創薬センターに電話をしたとき、キドじゃなくてショーノを呼び出そうとしてた。確かに新谷という弁護士からうちに電話があったようだ。彼が電話をした相手は正野だ。橋木も殺される直前まで正野から情報を聞き出そうとしてた。黒幕は正野か。そうなんだな。おい、火が出てるぞ。何時だ。貴様、誰か火つけたな。頭。海藤さん。
村は手下たちがどっかに連れてった。こりゃよく助かったな俺ら。終わった。そして禁止区間に入りました。まあここくらいはいいでしょうね。はい、ということでジャッジアイズやってきましたが、ゲーム実況としてはまあここで終了ですね。まあこの後チャプター12、13ぐらいまであるらしいんですけど、そこまでやってあとはクリア後にね、自由に遊べるところになったらね、また残ったサブクエとか、フレンドとか、やれればいいかなーっていう風に考えてます。うん。まあ、この先もチャプターというかメインストーリーを進めていくんですけど、まあ、ドローンとか麻雀とかはプレイするけど、なるべくね、フレンドイベントとか、サブクエは、クリア後に残しておければ残しておこうかなと。まあレベル上げで必要だったらやるけど、そうじゃなかったらなるべく残してクリア後のモードで片付けようかなと思います。はい、ということでね、長くやってきましたけどもありがとうございました。また、でも、あれかな、クリア後のモード多分、結構ね、早めに撮ってるんで、次回の動画、すぐ明日出せるかもしれませんので、またそこでお会いしましょう。まあ、僕の中では多分1週間か2週間ぐらいね、クリアするまでかかるんじゃないかなとは思うんですけど。はい、というところで、この辺で、まず一旦、お開きにします。ご視聴ありがとうございました。